最強クマ武器決定戦。はい、ありがとうございます。サシブです。シーズン8で最後の改造武器、クマさん印のローラーが追加され、晴れてクマ武器が出揃ったということで、クマ武器の最強を決めようと思います。ちなみに今回は前世で監視としている私サシブの主観的なランキングになります。普段ランキングを作る際は誰かの動画や意見を参考にしているんですけども、結局全員が納得するランキングなんか作れねえわってコメント見てて思ったので、自分の意見で作ってみます。私は乱獲勢ではなく、あくまでカンストを目指す上での使いやすさ、強さを指標としています。あらかじめご了承ください。それでは行きましょう。第8位、高速連射と塗りの鬼、クマさん印のシェルター。弱いって言ってるわけじゃないからね。クマシェルが強いって人の意見もわかるからね。加算なのにパージができなくなった代わりに、超速連射ととんでもない塗り性能を得たクマさんシェルターが8位にランクインです。一発の火力は80ダメージとそこそこの火力を持ちつつ、攻撃範囲が広いため複数の敵をまとめて攻撃できます。さらにレティクルの攻撃範囲の中に半分入っているだけでも75ダメージ、4分の1でも60ダメージと、しっかり狙わなくても普通にダメージが入ります。それに加え、床も壁も塗り力が凄まじいのに、インク効率はそこまで悪くなく、射撃中の移動速度も速く、クマさんブラスターより射程も少し長く、スペックだけ見たらめちゃめちゃ強いです。特にクマフェスだとみんな癖が強いため、クマ武器の中でも塗りが強いクマシェルは、編成の中に一人はいてほしい存在です。しかし、いなくてもパワーでなんとかなってしまうのもまた事実。クマシェルは貫通攻撃がなく、若干殲滅力に欠ける点、ガキンなどの特殊な効果音がなく、パシパシ打ってるのが寂しい点から、今回は8位に入れさせていただきました。クマシェルが好きという方、クマシェルが強いと言ってくださる方、いつも塗りや盤面の状況を整えてくれてありがとうございます。第7位、爆風でまとめて殲滅、クマさん印のブラスター。直撃は50ダメージ、爆風は35ダメージと火力は控えめですが、とんでもない連射力と爆風範囲で鮭を一掃できます。弾が貫通するわけではないんですけども、爆風は複数の鮭にヒットするのが強いポイントです。そしてインク効率も悪くなく扱いやすいです。クマさんシェルターとよく比較されていますし、実際スペックだけ見たらクマシェルより弱く見えるんですけども、個人的には爆風による雑魚シャケの殲滅力がクマシェルの雑魚処理より楽に感じたのと、ガキンガキン効果音が鳴って楽しいので7位にランクインさせていただきました。使っていて楽しいかどうかというか、攻撃が当たってる感は重要です。第6位、全弾命中で歴代最高ダメ、クマさん印のストリンガー。フルチャージで全弾命中した時は1350ダメージと、全武器の中で最も高いダメージを出せます。敵をワンパンした時や着地前のダイバーをワンパンした時の気持ちよさは半端ないです。9つの矢を同時発射するため、うまく当たればタワーもワンパンできるのがいいですね。しかし一発当たり150ダメージのため、至近距離でないと最大ダメージを出せないデメリットがあります。なので射程はあるけど割と近寄って殴りに行く武器です。ただし、レティクルをあえて右に外すと、遠くの敵にも3発命中し、450ダメージは出せるため、爆弾はワンパンできますし、最低限の火力はあります。どちらかというと、ノンチャージだと一発35ダメージしか出ず、おじゃけすら倒せない方がデメリットだったりします。雑魚処理するときは、少しだけチャージして、おじゃけをワンパンできるようにしましょう。結論、近距離の瞬間火力は最高で、遠距離もそこそこやれる武器、といったところでしょうか。お頭戦では超火力で圧倒できるため、味方に一人はいてほしい武器になります。第5位、爆速殲滅レスキュー隊、クマさん印のマニューバー。ダメージは通常時35ダメージ、スライド後も35ダメージで変わりませんが、射程は変化します。通常時だとライン 1.5 本分の射程しかありませんが、スライドすれば 2.5 本分まで届きます。スライドしないと爆弾が届かないレベルで射程がめちゃめちゃ短いのはデメリットですが、その分スライドに命かけてます。なんといっても特徴的なのは最大9連続スライドが可能で、かつスライド時に爆風をまといながら移動します。爆風のダメージは最大125ダメージで、範囲は結構広いです。柱をスライドだけで全滅できるぐらい爆風範囲は優秀で、雑魚射程をまとめて一掃するのにかなり適しています。さらにこの武器のいいところはめちゃめちゃ燃費がいいです。無駄にスライドしなければインク切れになることはそうそうございません。燃費の良さプラス、スライド回数プラス、スライド爆風による雑魚殲滅によって状況を整える役割として非常に優秀です。味方が3枚デスしてもクママニがいればパンパンスライド移動してレスキューできます。アップデートでダメージが上がったのも追い風です。
無理にスライドを生かそうとスライドしまくると、この武器の強みを潰しかねないので、雑魚鮭を処理したいとき、タワーを爆風で倒したいとき、ダイバーを塗りたいとき、鮭に埋もれている味方を助けたいときなど、使いたい場面を決めて適切に使うと真の性能を発揮できます。第4位、切れぬものなし、熊さん印のワイパー。横切りは200ダメージで、とりあえずブンブンしとけば雑魚鮭は突破できます。ため切りは1200ダメージで、すべての装甲を貫通するため、とりあえずため切りしとけばワンパンで倒せます。爆弾、鉄板、コウモリはもちろん、タタパッドもワンパンで倒せるため、めちゃめちゃ強いです。が、射程はパブロよりも短く、全武器の中で最も短いです。踏み込み切りの移動距離は長いため、これを活かして立ち回りたいところですが、長すぎて若干制御しづらいのがたまに傷です。チャージはかなり長いため、髪切りを外してしまうと大きなロスとなりますし、チャージ中に雑魚鮭に囲まれて、ちょっとチャージしていたけど結局髪切りを打てないっていう場面もよくあります。横振りブンブンで雑魚処理してから、安全に髪切りできる環境を作るのがクマワイパーのコツだと思っています。走行を貫通プラスワンパンできるため、自分の好きなタイミングで大物処理できるのが個人的にかなり強いと思っていますが、3人から4人被ってしまった時の柱や運び屋が絶望的なので、4位にランクインさせていただきました。第3位、まとめて攻撃できる貫通弾、クマさん印のスロッシャー。直撃と爆風の判定があるスロッシャーで、スクリュースロッシャーが改造されたものです。爆風は150ダメージ、直撃は360ダメージで、すべての装甲、敵インクを貫通します。一列に並んだ敵を一掃できるこの気持ちよさは、他の武器では味わえません。カタパッドや爆弾、コウモリ、鉄板はもちろん、鍋蓋を真下からも倒せますし、蛇の顎もインクも貫通するため、敵を倒すのも味方を蘇生するのも楽ちんです。射程もかなり長く、よっしゃ行くぜ!うおー!あ、もう無理。みたいな感じで、射撃すると一定時間まっすぐ飛んだ後、急降下する不思議な弾を放ちます。少し難しいですが、上に打って局所でタワーをワンパンすることもできます。火力も申し分なく、敵を4発で倒せるため、とにかくめちゃめちゃ強いです。が、それだけ強ければ当然デメリットもあります。ズバリ、インク効率と塗りです。全武器の中で最もインク効率が悪いです。インクが満タンの状態でも4回打つだけでインクが切れます。また塗りも弱いです。というか弾速が遅すぎて塗りも遅いです。真下に打てば一応広く塗れるため、ダイバーは対処できますし、壁もチャージャーのようにインクが垂れるため、一応壁も塗れますが、インク効率が悪すぎて塗るために弾を打つことがしんどいです。インクロックも長いため、インク回復にも時間がかかります。的確に弾を打ち、インク管理ができる人が持つととんでもないパワーを発揮しますが、そうでないとすぐ力尽きる武器であり、3人から4人被った時はより厳しいため、3位にランクインさせていただきました。味方に1人いると頼もしい武器です。第2位、ブイブイ暴れる超新星、クマさん印のローラン。横振りは最大150ダメージとかなり控えめです。射程はカーボン並みしかないのに、ダメージはワイドローラーと同じです。しかもちょっと離れると威力減衰で50ダメージになります。ポンコツです。しかし、フル速度はカーボン級に速く、インク効率もいいです。それもそのはず、この武器はコロコロに命をかけていますので、横振りはちゃちゃっと済ませたいんですよね。コロコロの引きダメージはダイナモと同じくなんと400ダメージ。そして爆速でステージを駆け回ることができます。この速度で400ダメージはやばいです。ドスコイ大量発生しても大砲乗らなくていいレベルの殲滅力。さらにノックバックがないので、鉄球もモグラもすんなり引いて倒せます。これもめちゃめちゃ強いですよね。てか鉄球と一緒に雑魚鮭を引けますので、安定して生存できるのがデカすぎます。しかもインク効率が結構いいです。15秒ぐらいなら永遠にコロコロできます。あー、高速でダイナモのコロコロができる感じか。まあまあ強そうだけど物足りないねと思ったそこのあなた、まだ強いポイント残ってます。この武器なんと縦振りで600ダメージ出せます。ダイナモローラーの縦振りは300ダメージですので2倍のダメージです。しかも射程がチャージャー並みに長いです。さすがに遠い敵にはダメージ落ちてしまいますが、それでも450ダメージは安定して出ます。450出れば遠くからでも爆弾倒せますし、コウモリも2振りで倒せます。火力と射程がある分、ダイナモよりフル速度は遅いですし、インク効率も悪いです。5回振ったらインク切れます。が、それを差し引いてもこの性能はぶっ壊れでーす。スライドで雑魚処理できて強いと言われていたクママニューバーの上位互換と言っても過言ではない性能だと思います。あとコロコロしているだけで強いので、比較的誰が使ってもチームに貢献できるのはいいですよね。
まだ実装されたばかりで開拓中ではありますが、使っていて楽しくロマンがあるため期待の意味も込めて2位にランクインさせていただきました。第1位、超火力ノンチャージ、クマさん印のチャージャー。チャージャーなのにチャージという概念がない、ある種クマシルみたいな性能のチャージャーです。一発に100ダメージと火力はそこまで高くないと思いきや、チャージ時間がないため1秒間で6発撃てます。200ダメージ ×6 発イコール1200ダメージということで、1秒あれば鉄球倒せます。装甲付きのダイバーも顔を出したモグラも1秒あれば倒せます。この瞬間火力がクマちゃんの魅力です。また射程はリッター4K と同じぐらいで、遠くからでもタワーを倒せます。さらに通常のチャージャーと同じく、直線上に並んだ射器には貫通してダメージを与えられます。ドスコイが固まっていたらまとめて倒せるわけです。インク効率が悪いと思われがちですが、インク満タンでも7発撃てるため、チャージャーの中で見るとインク効率自体は悪くはないです。スプラチャージャーもフルチャージ5発でインク切れるからね。ただ何も考えずに連発していると2秒でインク切れるのは事実です。無駄打ちせずに使いこなせれば最強ということで1位にランクインさせていただきました。結論、照射程プラス効果力プラス貫通ダメージで雑魚処理も可能、なんなら塗りも弱くないですからね。強いて言うなら、半チャージで攻撃ができない点はデメリットです。クマちゃんはいつでも全力なため、お邪気一匹倒すのにもフルチャージで殴らないといけません。このあたりは直線上に誘導するか、ボムを使うか、味方を頼るかして何とか処理しましょう。というわけでいかがでしたでしょうか。皆さんにご納得いただけるランキングになっているか結構不安ですが、あくまで個人の見解ということで多めに見ていただけますと幸いです。アンケートを取ったところ、やっぱりクマブラは根強い人気があるんですよね。がクマローラー実装後にアンケートを取ったら、クマローラーが人気すぎて面白すぎます。おそらく評価レート帯によっても強い弱い変わってくると思いますので、一つの参考にしていただければ幸いです。それでは今回はこの辺で締めたいと思います。続きをお求めの方はチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。ダナモ、それではまた、アディオス。